はい、実はですね、2日前の土曜日ですね、から、ちょっと原因不明のですね、下痢というか、下痢ですね。で、便の回数が多いっていう症状にですね、悩まされておりまして、で、今日午前中ですね、胃腸科の方にちょっと行ってきて診察してもらいました。で、ちょっと結果はですね、ウイルスというか、細菌というかですべて菌が入っての症状なのか、それともですね、ストレスから来る過敏性腸症候群なのかですね、はっきりわからないということで、両方にですね、対応する薬というものを出してもらいました。かつてですね、過敏性腸症候群ですね、抱えてた時期もあったのでですね、その可能性もあるなと思ったんですけれども、最近は全く問題なく過ごしておりまして、ただですね、いろんな勉強をしたりとか、仕事が忙しかったりということで、結構ストレスフルな状態になったことも事実でした。で、少しですね、リラックスしようと思って、土曜日午前中から、片道10キロぐらいですね、自転車で走って、少し大きい公園まで行って、帰ってきたらちょっと発症したっていうことだったんでですね、ちょっとどこに原因があるかはっきりわからないんですが、で、今薬もらってですね、もう飲んで4時間、5時間ぐらい経ちますけれども、少し落ち着いてきてるという状態です。で、今日もらった薬をご紹介しますと、まず一つ目がですね、津村啓脂呵責薬湯エキス。ですから、これ漢方薬ですかね。腹部膨満感、腹痛、便秘等の症状を改善する薬ですね。で、次がガス根性、80mg。これは、胃腸管内のガスを取り除く薬だそうですね。で、次が、レボフロキサン錠 500mg ですね。で、これも1日1錠らしいですね。で、細菌感染を治療する薬です。で、最後が、ミア BM 錠ですね。こちら、腸の働きを整える薬だそうです。4種類ですね。今日、もらってきて、早速、飲んだっていう感じです。で、今日もですね、仕事に行こうかどうか、迷ったんですけども、本当も朝からもう何回もですね、出る状態で、さすがに無理だっていうふうになりまして、休むことになったんですね。なんで、なかなかですね、元から胃腸が強い方ではなかったんで、久しぶりだったんですけども、ちょっとびっくりしたっていう感じですね。何にしろやっぱり免疫をですね、高めることが大事ですので、ストレスを減らす、規則正しい食事、運動ですね。こういったことをこれからしっかり続けていこうかなっていうふうに思いました。以上です。